してるじゃないのさ。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。お蓮華を守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。ただじゃ済まないよ。なんて大きさなの。こんなやつジャイワールじゃ見たことなかったぞ。鬼コンボは図体がでかい分、攻撃の後も大きな隙ができる。やつの動きもよく見て、攻撃が終わった直後を狙うんだ。敵がへばってるみたいだね。その先に攻撃を叩き込むんだ。ないな。付き合うぜ、おっさん。どうでしょうなんて、あんたもいいの悪いね。いやはや、運の良さには自信もあったんですかね。吉足は関係ないさ。俺たちが一緒に戦うんだからな。なんと頼もしい。期待しておりますぞ。よっしゃ、おっさん、これでもう大丈夫だぜ。いやはや助かりました。なんとお礼を言えばよいやら。礼を言うにはちょいと早いみたいだよ。近くにまだ敵の気配があるからね。あ、本当だ。茂みのあたりから何か聞こえるわ。ったく、こんなところに隠れてやがるとはな。でも、隠れてやがるとは、自分たちが攻撃されるとは思ってないはずね。その通り。逆にチャンスだよ。不意をついて驚かしてやるといいさ。
ういう奴らだぜ。おい、そっちは大丈夫か？ええ、あなたこそ大丈夫なの？少し息が上がってるんじゃない？全国的に！この程度どうってことないぜ。戦闘演習主席を舐めるなよ。よし、一丁上がりだな。ここまで来れた運の強さは大したもの。それも彼まで。待てよ、話を聞いてくれ。俺たちジャイワールと戦う気なんて。黙れ。この技で貴様らを撃ち、覚悟しなさい。この魂を捧げてくれるわ。イガスラーズ、ちょいとやりすぎちまったね。行くぞ。正義は我にあり。お前たち相手だな。手加減せんぞ。
こっちだって手加減なしだぜ。絶対お前の目を覚ましてやるからな。ちょっと熱くなりすぎないでよ。だけど本気でやるしかないのね。あんたたち、あの王子と結構な人間があるみたいな。難しいことはオイラよくわかんねえけど、あいつ悪いやつじゃないぞ。多分いいとか悪いとかの話じゃないわよ。とにかくさっさと終わらせましょう。任せて。ちょっとはこっちの話を聞く気に。頼むか、ジャイワル。よし、行くよ。ジャイワル王の怒りを思い知れ。ねえ、あそこ。なんと凄まじい攻撃ですな。あの王子様、大した剣の使い手だね。みんな離れていても油断は禁物だよ。ミニ陛下、放っておくと厄介だね。奴らを先にどうにかしないとな。任せて。燃えなさい。はあ、燃えなさい。仕方ないわね。セザール、落ち着いて。お願いだから私たちと話を。ジャイワール、誇りに欠かす。行くよ。差し違えてでもお前たちを撃つ。一体どこの出身だい？
勝てたら教えてやるさ。まあ俺に勝てる奴なんかいない。ギガスラッシュ。別に出身ぐらい教えてもいいだろう。ま、任せろ。それは白黒つけてからでもいいか。ストーン、確認だがいいぞ。おめえらは違うぞ。この森の守りたちをどこにやったか。俺を怒らせたよな。だから何の話かさっぱりわからないわ。私たちここに来るのも初めてなのよ。イカプチョ。おめえらみたいな強い奴が違うぞ。嘘をついたとは思えない。そういえば、以前マーニャさんに貸した400ゴールド返してもらわないと。さすが鳥猫さん、商人の国、お金のことは忘れないんですね。さあ、お楽しみはここからよ。ジャオ様、よろしくね。任せろ。よく聞いとけ。わらわの力で受け取るがよい。Ooh!
介な相手です。踊るのは好きだけど踊らされるのは嫌。さっさとやっつけちゃいましょう。殺す、ダラル王のため、切り裂かれる、消し炭になるがいい。やるぜ。
イカ様っていうより間違い探しだ。専門家。ま、本物と偽物の違いなんてじっくり見比べればわかるもんさ。Yeah.
程度では力は得られぬぞ。さあ、行くわよ。どうだ、走れ、走れ。
やるとすれば相手にとって不足はない。力ずくで抑え込むだけだ。ダラル王は強力な風の呪文の使い手だ。まともに食らわないように注意しな。お嬢さん、祭壇の上だ。魔法陣に魔力が集まってるわ。何か来るわよ。魔法陣の竜巻は大きくなると飛んでくるみたい。気をつけなきゃ。何が飛んできたって俺が守ってやるさ。安心しなよ、ハリー。ルールってすごいことをさらっと言うわよね。ちょっと感心しちゃうわ。やるぞ。任せときな。魔力が集まっている。任せて。気をつけてください。どんな攻撃が来たって平気よ。当たらなければいいでしょ。任せて。気合でかわせば平気平気。さっきのダラル王をやっつけしまおうぜ。任せて。作るぞ。行きます。やるとすれば行きます。やるとすれば任せとくな。任せて。燃えきり。燃えなさい。
るとするか。よし、行くよ。だいぶ弱ってきたみたいだ。このまま行けば楽勝だな。ちょっと最後まで気を抜いちゃダメよ。熱血バカと学級委員長、話してる暇があったら手を動かせ。行くよ。分かってるって、セザール。俺に任せとけよ。セザールこそ喋ってないで手を動かしなさいよね。賑やかな3人組だね。もう一踏ん張り、油断せずに行くよ。切り裂け。これだ。覚悟はいいかい。真の爆笑団。これで終わりだ。やるとするな。ヘディング。
ゴミ虫らしくひねりつぶしてやる。イメホイスキュート任せて。
るとすれば Thank you.
程度。してくれよ。生きた痕跡すら残らぬようにな。何が神を恋しよ、ザ・ラーム。私たちの平和な世界を返してもらうわ。人間ごときに何ができる。我の力とくと味わうがいい。絶望的に無力、無力よ。我こそは神を超えし存在、ザ・ラーム。ウシケラども、恐怖に震えるがいい。任せろ。最高ヤバイドバイサー。楽しませ。虫けらにしてはなかなかに面白い。もしやお前たちの中に任せて。神を選ぶそうにごちゃごちゃと。無駄口を叩く余裕などなくなるほどに楽しませて。二人とも落ち着いて。ザ・ラームの術中にハマっちゃダメよ。貴様らと遊ぶのも飽きてきたな。虫けらもあがくなこの程度。さっさと貴様らを片付けて世界中の人間を焼き尽くしてやるとしよう。デコキリンさせるもんですか。さあ行くわよ。任せて。行くわよ。任せて。イオナズ。行ってこい。任せろ。
お愚か者どもめ、まさか勝ったとでも思ったか。残念ながらこの程度では我に勝つことは愚か、傷一つつけられぬ。圧倒的な力の差というやつだ。さあ、己の無力に打ちひしがれながら行くがいい。そうか、貴様ら二人がナジムの弟の血を引く者たちか。素晴らしい、貴様らを始末すれば我は憎き弟に復讐できる。そして今度こそ世界を支配する唯一無二の王として君臨できるというわけだ。待っていた、魔族に転じて生きながらえ千年の間待ち焦がれていた。ナジムの血を継ぐ者を叩き潰すこの時をな。これがザラーム、私たち勝てるかしら。勝たなきゃいけないんだ、この世界を守るためにはな。大丈夫だよ、あんたたち二人だけにこの世界の命運を背負わせやしない。私たちが一緒だ、必ず勝てる。ダンセルソン、お前の千年越しの野望を俺たちが打ち砕いてみせる。覚悟しろ、ザラーム。おい、ヤツの体を見るんだ。みんな、胸の聖杯を狙いな。ヤツの力の源を断つんだ。もう我慢できないわ。世界を救う英雄になりきって遊んだものだったが、本当に魔王とやり合うことになるとはな。この戦い負けるわけにはいかん。ギガスラッシュ。まさかナジムの子孫と一緒にご先祖様と戦うことになるなんてね。運命ってのはつくづく不思議なもんだ。千年の因縁を終わらせるよ。時に何なのですが、私ちょっとやりすぎちゃった。本にしてみようと思うんです。ズバリ題名はモルネコの異世界大冒険。これは売れそうですぞ。これは闇の檻、囚われた人が生きていられないと聞く。なんですって。もしあっちゃった。このままじゃみんなが。闇の檻を破れるかもしれない。頼んだよ。あんな姿になっても力が欲しいな。ザラームどうしようもないんじゃ。あいつの風細工の顔をボッコボコにしてやりましょう。全力で戦うぞ。うちの飯で世界平和にして、そんで腹いっぱいで仕組んだ。
を吸収してる。何か仕掛けてくるよ。させるか。行くぜ。先輩はね、あいつを助けるんだ。イガブレイク。聞かぬぞ。たかが人間ごときに我が破れぬ。なぜだ。我の体を神をも超えた我が肉体がありえぬ。我は
出るぜ。任せろ。
ここからは本気よ。さあ、やっ、脱出して。
やるとさ、いけるぞ。やってやるぜ。やる限り。やるぜ。地獄
行きます。任しとけ。
の成果バッチリ出てたな。ライホン。タイミング。ちょっとやばいかもな。これで終わりだ。タイミング。もっと強くなってやるぜ。これで終わりだ。
の成果バッチリ出てたな。成果バッチリ出てたな。
だな。